はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日ねカメラマンおります。まあ、この前もねちょっとクイックさんの動画なんかでもご紹介させていただいたミヤちゃんです。お疲れ様です。お願いします。はい、で今日ミヤちゃん何で呼んだかというと、はい、辻田さんっていうつけ麺屋さんめちゃめちゃ有名な、でまあ僕もちょっと親交があるんですけど、この前辻田さんから電話がかかってきて、最近さラーメンの自販機って流行ってるじゃない。であれでちょっと新商品を出すから、コラボじゃないんだけど、なんかちょっと食いに来てくれって言われて、そうそう、よく分かんない企画正直でも電話ぶって切られたから詳細が分かんないんですけど、でとりあえずね辻田さんと親交があるラーメン屋さんで、はい、今日来たのはこのバリオさんっていう大盛りにね、まあ、これは支店なんだけど本店じゃなくて、はいはい、まあ、今日はそのバリオさんの大盛り店さんに呼ばれてて、うん、ちょっとこれから試食会らしいんだけど、はいはい、たださ奥にすごい機材が見えんのよ。これどういうことですかね。そう、ちょっと状況が分かんないんだけどとりあえずじゃあちょっと突撃してみましょうか。あ、かしこまりました。はい、じゃあ行きましょう早速。お疲れ様です。お疲れ様です。ごめんねラスカル君、外から見えてたんですけど。え、何なんですかこの機材は。俺はラスカル君に言うの忘れてたんだけど、はい、ごめん今日ねなんか俺の密着もなんかちょっとテレビでやりたいっていうことで。テレビなんですか。テレビなのよ。ダメ言ってください。いいんですけどいいんですけどそうだよね、それ一番に言うことだと思うんですけど。そうだよ、ね、俺忘れてたのよとんでもない人数とんでもない人数いるからね、ごめん。そうだよね、はい、言えばよかったよね。忘れてた。あ、ごめんごめんごめん、来て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 、お邪魔します、うん、あ、じゃあちょっとピンマイクかけた方がいいですかね。すいませんすいません。こんな感じなんですか今日。こんな感じ、こんな感じなんだけど今日来てもらった趣旨は、まあ、電話でなんとなく話してるから、はい、そうですね、もう大体分かってるとは思うんだけど、今そのラーメン自販機って、はい、結構巷に増えてきたじゃん。ですね、やっぱこのコロナ禍でね、はい、今やっぱ先行してるのはこのラーメン、なんだっけ、ヌードルツアーズさんっていう自販機が結構一番先行してて、はい、でそこにバリオとして数のところはその入ってるわけよ、はい、ただ俺別の会社さんから、はい、その二郎系のラーメンを開発して、うん、自販機で展開していきましょうっていう話が入ってきて、うん、はい、二郎系のラーメンだからバリオ入れればいいじゃないですかって話をしたわけよ、うん、したら数としては、まあ、ヌードルツアーズさんでやってるんでちょっと他の自販機さんに入れることはなかなか難しいですっていう話になったから、じゃあ新たなその二郎系を開発しようと、はいはい、いうことで数と開発しようかなっていう話になったんだけれども、はい、でも数はさ今やってるのが一応ベストだと思って出してるわけじゃん。そうですね、そうだよね、はい、それがベストじゃないと思えばそっちに当然切り替えるわけだ、はい、でラーメンって落としどころを決めてから必ず作るのね我々、はい、お客様がその食べた時にどういう気持ちになってもらいたいかっていうところを考えながら作るんだけど、はい、今回二郎系ってこう山盛りじゃん。そうですね、で山盛りといえばラスカル君だなと思ってなるほど、それでラスカル君にそこの落としどころの部分をどういうったイメージを持って二郎系を作ったらいいかなってことをちょっと相談して、逆に落としどころをラスカル君に決めてもらおうと。僕が決める。そう、ラスカル君が決める。だからただの試食じゃないのよ。それに基づいて俺たちはそこから逆算してラーメンの商品開発をして作ってみようっていう、これ全く新しい感じなの、今までにない。だからそういうことも電話で言ってもらっていいですかね。でもなんか面白そうじゃんそういうの。まあそうですね、僕らもなかなかねその食べたものとか映像だけなんで、うん、実際にこう食べていただく機会って少ない分、うん、こういった機会いただけるのは、うん、僕としてもね本当にありがたいので、うん、ぜひご迷惑でなければ。本当、はい、やってみよう。お願いします。でも俺たちはラーメンのプロ、ラスカル君は食べるプロ、はい、逆にその2つがこうタッグ組んだら強いと思うから、うん、そうですね、うん、ただ、はい、ラスクル君いかんせいそのバリを食べたことないでしょ。まだまだ1回もないですね。そうだよね、はい、だから1回今ちょっと食べてもらって、はい、それでちょっとそれ食べてからちょっと話できたらいいなと思って。今日このバリオさんデビューもできるんですね。そうそうそうぜひぜひ1回食べてみる。ぜひぜひ。食べれる。もちろんです。あ、ほんと。じゃあちょっとカズ1回作っていい。はい、ぜひ。じゃあちょっと作ろう。わかりました。はい、お願いします。できました。お待たせしました。おはようございます。おりもりです。うまそう。試食のはずですけど試食の量じゃないですねやっぱり。こう見るとこれ普通だから。これが波なんですか。これ波、はい、波です、ね、普通のラーメンです、うん、マスク一回外しちゃっていいですか。あ、もちろんもちろん。じゃあとりあえず早速、はい、
いいですか、どんな感じか食べてもらう。実はですね、はい、バリオの美味しい食べ方があるんで、はいはい、いいですか。あ、もちろんもちろん。まずは3割そのまま食べていただきます、ね、3割、はい、はい、でその後ににんにくを入れてください。はい、でその後に特製唐辛っていう毎日お店で作ってる唐辛子があるんで、はい、それを入れていただいて、うん、で最後に麺を食べ終わったらお酢を一周していただいて、うん、でスープと野菜を一緒にクッが美味しいです。であとはですね、まあ、恒例のニンニク、はい、スプーン1杯イケメン、2杯超イケメン、3杯でバリオになります。なるほど。別になりたくない人はやらなくてもいい。ダメです。まずじゃあ3割ですね、いってみましょう、はい、行ってみましょう。お願いします、いただきます、うん、これスープからじゃあいかしてください、うん、結構皮乳化のタイプなんですかね、まあ、醤油がね結構キリッとしてるっぽいですね、はい、いただきます。あ、うまいっすね。うまい、うまいってよかった。ありがたい、よかったね。今ですね、涙が出そうになった。フライトでブラックペッパーの香りものすごい甘いですね。はい、うまうん。でも骨が主体のお店で、うん、こんだけまろやかなお店って少なくないですか。あら、はい、肉がねメインのところはこんだけまろやかって当たり前になってますけど、はい、うんうん、骨系でここまでのまろやかさはなかなかありがたいね、ない気がするんですけど。ありがたいね、本当に。手油も塊系じゃなくてこのチャッチャ系っていうんですかね、はい、これが溶け具合がちょうどいいんで、これね背脂も難しいのよ、うん、炊く時間によっては溶けちゃうからね。この盛りだと普通にコールなしでもこの盛りってことですか。コールなしでこの盛りで、うちは重いマシマシマシ大丈夫です、何でも大丈夫です、うん、マシマシしたらどうなんですかこれ。マシマシはですね、なかなか麺にたどり着かないというそうですね。すごいなこれ、うん、いただきます。先輩やっぱり一口でかいっすね。でかいな、はい、うま。これ気をつけて、たまに箸折れるから。重いですね。そうなのよ、箸折れるから本当に。密度がすっごい、これ天地返し。うわ、うまそう。すごいことになってるけど、うまそう。うまい。おお、プロですね。プロの食い方だな、プロの食い方だこれ。なんか CM かなんか狙ってんじゃないのこれ。すごいですね。すごいね、あのすすり方もなかなかできないですよ、うん、先輩プロだね。うわ、すごすげえ。小麦の香り強いですね。でしょう。あんまり言えないですけど、うん、そこまで詳しく言えないですけど、うん、確実に普通に使ってる二郎系のお店の麺に比べると、うん、中力粉少ないですよね。そんなことまでわかんの。すごいな。一般的に使われてる小麦だったらこんなに香り出ないんで、うん、はい、で圧縁も多分他のよりも 1.5 倍ぐらいしてるし、麺が溶けてないのにこんだけ香り出るのは僕はすごいと思います。カズ、はい、ラーメン屋。そうですね麺に味がありますよね。ありますね、しっかりと。でなおかつこんだけ多いですけど、うん、多分最後まで伸びないんで、はい、しっかりと美味しく味わえますね。そうなんだ、 だから麺とスープのこうダブルパンチっていうのがね、うん、ここはうん、うん、うん。ではそろそろ、あ、そうか、3割ニンニクですか。はい、1杯でイケメン、はい、2杯で超イケメン、はい、で3杯でバリオと。そうです。別にバリオにならなくてもいいから。好みだから。一応4杯目でスタッフになれるっていう。でおすすめ、個人的に簡単的には、まあ、イケメンぐらいですね。イケメンぐらいで、はい、じゃあちょっと、うん、満タン1杯で。おっぱいでかいな、おい。でかいな。そうだ、またニンニク入ると雰囲気変わるからね、うん、ガラッと。そうですね、強烈に美味しくなりますね。そうなんだよね。いやでも俺こんなに味が分かってると思わなかったわ。すごいですね、やっぱプロなんですね。あー、パンチが全然違う。変わるでしょ、全然雰囲気が、うん。またいいですね、この生っぽい感じというか、うん、このニンニクの辛み、この雑な感じもまた一つの味だと思うんだよね、これ。そうですね、うん、その3割で入れろって意味が僕分かりました。あら、一口目のこの辛い感じ、はい、それも美味しいんですけど、これ絶対時間経って火が入ってきて、うん、甘みが出たニンニクもまた絶対美味しいじゃないですか、うん、おっしゃる通りでございます、はい、そう、だから後半に入れすぎちゃうと、うん、火入る前に食べきっちゃいますけど。評論家。そ
そうっすね。どんだけ知ってんのラーメンすごいね。だけどこれぐらいがちょうどいいかもしれないですね。確かにそんなにラーメンのことこれああ愛していただきましたよラーメンを。本当だよ、ね、でかくねえかでかいな一口でかあらら、よかったね、カズ。よかったよ。でかっ入ったでっ、やっぱプロだな。プロっすね。ああ、そうそう、ラスカル君、ちょっと、はい、一口がでかいからさ、進みが早い。そろそろ唐辛子を。これを、これね、トーカって言って、はい、これバリオしかないね、今のところね、はい。バリオ特製の。これはいろんな唐辛子を混ぜ合わせて、うん、毎日、お店で炒めてます。はい、ちょっとこれを、はい、これもどれぐらいがベストなの。そんなに辛くないんで、うん、山盛り一杯ぐらいいっちゃって大丈夫です。山盛りで、はい、じゃあこんな感じで。そうっす。お前それあれじゃないよね、はい、実はめちゃめちゃ辛いとかじゃない大丈夫っす大丈夫だね、はい、大丈夫っす。はい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 。うまそう。うわうまそう。あうまそう。この唐辛子の溶き方がプロだな、もう。うん、うん、これいいっすね。はい、おーよかったね。あーいいわ。やっぱあのベースのスープ結構甘みあるじゃないですか、うん、そこの部分がその後味キリッと引き締まるんで、キレが出るんでね、うんうん、本当に後半にちょうどいい感じですよね。そうなんだ。あらで意外とこれもなんかこう癖になるっていうかね。いやでもこれ本当に美味しい、うん。お酢、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 じゃあ俺入れるから、俺入れるから、ありがとうございます、じゃあ俺入れるからはいっす、ありがとうございます。これ一周で、はい、お酢は結構入れるもんなんですね。うん、じゃあこれがもう締めなわけですね。これは締めだよね、はい、お酢入れたらね。締めです。いかがでしょうか。はい、うまっ。あらこれですね、不思議なんですけど、うん、うちスープやっぱ時点でどこも炊いてるじゃないですか、はいはいはい、炊いてるスープとお酢って反応するんですよね。おいやマジで一気に別物なしかもこの特製の糖が入れるっていうこの工程があったからこそのうまみの浸しというか、うんうん、ちょっとニンニクとか糖が入れないとここにたどり着けないじゃないですか。そうなのよ。確かに本当にその手順通り食べるのが一番美味しいかもしれないですね。糖が入ってからのお酢っていう、うん、はい、うまっ。いやこれめちゃめちゃうまいうわすごい。すげえな、すげえな、半端でね、本当に食うんだこんな。いやめちゃめちゃうまい。よかったねカズ、ありがとうございます、うん、僕も食べながらお話ししたんですけど、うん、その本当に一口目二口目のその麺のインパクトがすごかったんですよ、うん、なるほどなるほど。で結構今自販機でやってる二郎系のラーメンって、うん、スープ強いのは多いんですけど、うん、麺が優しいかなっていうそこのインパクトに負けちゃう部分が大きいので。確かにね。もちろんそのスープのパンチというかうまみはありきで、うん、その小麦感っていうんですかね、その麺の実際持ってるうまみを、うん、さらに冷凍なのにこんだけ出しちゃうんだってところを打ち出せるような、うん、この表裏一体というか両方ともパンチのあるような。なるほど。そうですね、深い。なるほど、うんうんうん、そんなのがあったらいいなって思いました。なるほど。ある意味麺が主役的な。そうですね、もうそこをガンガン押していってもらった方が。なるほど、新しいね。その発想ないね。はい、新しい。ちょっと今までいないというか。はい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 、はい、初めてのその二郎系ってものをぜひ作ってほしいなと思います、ね。うん、なるほど。やっぱり分かってるよね。そうですね。そういういろんなラーメン屋さんじゃないだけにそういう角度からの発想っていうのが出てくるから、はい、素晴らしいね。説得力がある。褒められすぎてちょっと恥ずかしくなってきたな。いやいやいや、でも本当に本当に。ありがとうございます。よし、じゃあカズ、俺たちはその落とす、はい、落としどころに向かって、はい、ちょっとそこは俺たちに任せてください。じゃあまた僕が食べられるんですね。もう一回作ったらさ、後日できたら連絡入れるから。わかりました。そしたらまた試食に来てよ。わかりました、ね。じゃあそれで本当にお願いします。はい、ます、ありがとう。ということで以前辻田さんからお話しいただいて、バリオさんとね、まあ、コラボさせていただいたメニューですね。前回この試食という形で、まあ、バリオさんのラーメンいただいたんですけど、またね、急に、はい、急にね、はい、辻田さんから電話かかってきて、はい、
できたから来てって来たんですよ今日は一応その完成品になるものかな、うん、それを試食するような形になるらしいんですけど、はい、一応なんか何種類かスープを作ったと、一杯だけじゃないんで、はい、それを食べ比べて実際の製品になるものを決めていこうっていう会らしいので、とりあえずお店向かいますか。行きますか。本当さ、はい、急なのよめちゃめちゃ急なのよ、いつも説明なくテレビいるし絶対今日もいると思うんだよね絶対今日もいると思う。あれでもさ、ミヤ、はい、ちゃんさ、はい、あのバリオさんの前に、はい、ラーメン自販機置いてあったじゃない、買ってったじゃん、はい、食べた。食べました。うまかった。めちゃくちゃうまかった。めっちゃうまいよね。期待しかないんだけど、期待しかない、うん、まあどの立場で言ってんのって話なんだけどこれ誰自販機で買えなかったね、これ皆さんすごくない、製品化したらあ、そっか、そうだよ、今日決まるんでしたっけ。そう、みんな食えんだからこれ。言いながら到着しましたね。いる？スタッフさん。あ、どうぞどうぞいるね、いっぱい。またテレビいるねいるないや、いつまで密着してんのこれもうとりあえずまだできたってことだから、はい、行きますか。行きますか。はい、はい。いや、ラスカル君ありがとうね、今日も。いや、本当突然すぎるんですよ、毎回。そうだよね。だ今日もさっき電話来たじゃないですか、うん、飛んできましたよ、言われたからマジな話で、はい、結構やったな、数やりました。やったよな。やりました。結構怒られてシュンとしちゃってだって、目ギラギラしてますもんでも、その回だけあってめちゃめちゃいいラーメンできた。麺を主役にしたいい感じの二郎系できたよね。はい、今までにない感じだよね。はい、だからラスカル君食ってきたの。軽く何10杯ぐらいなんか食ってじゃあごめんラスカル、実は、はい、申し訳ないんだけど、はい、4種類まで絞ったの俺たち。4種類、はい。で4種類まで絞ったから、この4種類の中から最後どれにするかっていうのはラスカル君に決めてほしいわけよ。なるほど、はいはい。だから4つは食ってほしいで。わかりました、はい、なるほどなるほど。いける。いや、まあもう行くしかないですね。多分ちなみになんだけど、麺 300g でしょ、でスープともやして合わせると多分、まあ、全部で1キロ弱ぐらいになってると思う4キロ弱、うん、を本当事前に電話してもらいたかったな結構自信作だよね。はい、今までにない二郎系でこれかなり喜んでもらえると思う。大丈夫さん、うまかったら何でも完食できる。お、いいね。わかりました。じゃあ早速ちょっとプレッシャーじゃあ早速食べていい。じゃあ作っていい。あ、もうぜひお願いします。よし、じゃあ数 やろうよ。わかりました。じゃあもう4つ作っちゃおう。4つ、うん、わかりました。4つ作っちゃって、はい、はいはい、お願いします。おお、できた。はい、先輩お待たせしました。いいよ先輩。じゃ先輩、今日俺じゃないよ。力、うん、A、B、C、 OK。 これお前入れ替わったら本当大変だからな、お前大丈夫だな。もう一回作ります。バカ野郎大丈夫だ。 A、B、C、C、はい、D、 これが D、 はい、D ですね、はい。で、これをちょっとラスカル君に食べていただきながら、はい、ちょっとどれにするかを選んでいただきたいと。パッと見はそんなに違いがないですね。いや、正直言うとラスカル君もちろんもう食べたら分かると思うんだけど、はい、あのスープはこれ同じ一緒、ただ、はい、返し、はい、いやタレ、はい、タレで差つけたり、うん、あと油の濃度の違いとかその辺を出してちょっとどれが一番ピタッとくるかなっていうのをちょっと最後見てもらいたいなっていうところ。わかりました、わかりました。でもスープはでももうこれがベストだなっていうところまで来たから、そこは申し訳ないけど我々で決めさせてもらったんで、はい、あとちょっとタレの違いと油の分量のバランスのこう違いを見てもらって。うわ、わかりました、うん、じゃあちょっといただいちゃって。ぜひぜひお願いします。すいません、いただきます。はい、もう来た段階で分かるんですけど、うん、あの以前いただいたノーマルのラーメンに比べて、うん、返しの香りすごく強くないですか。香りだけで分かっちゃうので、あと油感も増してるというか。そうなの、やっぱ麺を主役に持ってった二郎ですから、うん、それにバランス合わせて作ってるから。なるほど、うん、ちょっとスープからいかせていただいて。いっていって。あ、色味が全然違いますねこれ。じゃあちょっとスープいただきます。いって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 。全部いっていっていって。
ああ、こんな違うんですか。うん、同じスープですよね。スープは同じなの。スープは同じなんだけど、返しとか油の分量を変えて差つけてるんだよ。食べ比べ面白いですねこれなかなかやんないもんね普通の人はね、うん、これ。あ、全然違う。まずそもそもこのデフォルトのラーメンに比べるとやっぱ返しの感じも強いですし、うん、その分この甘みもしっかり感じられるようなバランス調整というか、でプラスアルファでやっぱり油感、うん、これがすごくうまみを引き立ってるというか、うまい、あ、うまい、マジでうまいですね。よかったなぁカズ、なんか幸せですね。報われるなこれ、はい、基本ベースは同じ感じですけど、うん、そこに加わるこのアタックの仕方というか、そう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 、アプローチの仕方をこう変えて、うん、でどのアプローチの仕方が一番その麺にこうお客様がこう食べてるなっていう感じがして、うん、なおかつそれを食べることによって中毒性が出てこうまた食べたいってい こうリピートしていただけるかっていうところまで計算して一応この4つは作ってるんだけど、うん、はいはいはい、こことここは返し一緒なんですね。怖いんだけどで返しは2種類って感じですね。ここで怖いんだけど、先輩教えてないですか教えてない、教えてないちょっと麺いかしていただきます。いやもう麺早く行こう、この麺がねまた、うん、実は俺さっきからさ、いつまでスープ飲んでんだよと思ってたわー、これはいや、いただきます。麺も変えたからね、でかいな相変わらず一口が吸い込みがあ、うまっ。麺食ってる感じになってる。風味とか甘みが強いのはもちろんなんですけど、うん、なんかどっちかっていうとその噛んだ時に出る小麦特有のこの粘り気っていうんですかね、うん、これがあの通常いただいてる麺よりも強いので、やっぱその分小麦を食ってる感っていうのは強いかもしれないですね。分かってくれるか。どれもラーメンとしてはもう全部成立されてるようになってるんだけど、うん、問題は好みだからね。そうっすね、うん、本当にどこに当ててるかが全く違いますね。そう、出来たてというか伸びる前に、うん、ちょっと C もいっちゃって俺これは黒胡椒が合う。ラスカル君、ちょっと最初に言っとくけど、はい、あの今回あの結局ほら冷凍の自販機じゃない、はい、冷凍の自販機だからもやしだけは入らないから、あ、野菜はもちろん、そこはちょっともう物理的にできないから、はい、ご家庭でおもやしだけは茹でて乗せてくださいっていうような感じになるんだけど、あとねチャーシューは入るから、あ、そっか、これチャーシュー、この前いただいたのって巻き豚でしたよね。よく覚えてるね。すごいっすね。よく覚えてるね。これ巻いてないタイプのやつですよね。これは巻いてないのよ。これ実はよく気づいたねだけどいやこれ理由があってはい、はい、冷凍で湯煎でご自宅で温めて召し上がってくださいっていう作り方のね、はい、そうすると巻いてあるやつだと湯煎した時にちょっと時間がかかるのよ。だから時間がかからないようにと思って巻きタイプをやめて、はい、こっちの普通の、あのそのまんまにさせてもらったっていう感じなんだけど、部位は変わらないんだけどね。うん、うまいでしょこのチャーシュー。うまいのよこのチャーシュー。このチャーシューよくできたよねカズね。このチャーシューうまいんすよ。なあ、うまいよなこれ。自分もチャーシューだけでポコポコ食べちゃうんですよね。うん、ね、はい。これうまいな。これうまい。でこのチャーシューはちゃんと入ってくるから。下側はしっかりと赤身のムチとした感じがあって、うんうん、上の方になってくると脂身の柔らかい感じがあるので、うん、その一口の中でこの変化があるというか、これで正解というかいいでしょ、うん、でなおかつ自宅で作るときに素早く火が入るっていう、うん、ラスカル君大丈夫、そんなに食べて。めちゃめちゃ美味しい。大丈夫ですね。マジで。ちょっとこれご家庭でもできる味変、ちょっと僕ブラックペッパー入れてみたいなの。おお、はい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 、あります。これ絶対ブラックペッパー合うと思う。それは合うかもこれはうまいと思うな。一口でかいなおい、うん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 、
これ皆さん絶対ご自宅で買ったらやってください。ブラックペッパーものすごく合います。合うよね。めちゃめちゃ合います。うーまっ。うん、全部いいなは冗談ですけど、うん、でも本当にどれも甲乙つけがたいぐらい完成度が高いんですよね。わー嬉しいねカズ。いやこれその小麦を生かしてる分、時間が経ってちょっと吸ってきたりとか、まあ伸び始めるって言い方は良くないんですけど、麺の後輩になればなるほどしっかりとスープ吸ってその返し感も増してくるので、やっぱり衝撃は小麦だったんですけど、どん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 ラーメンっていうそのパワーが力強くなってくるので、この変化は面白いかもしれないですね。これちょっと宮ちゃん寄れる、これこの液体油と返しで元々のスープとちゃんと層になってるから。本当だ。そう、一口入れるごとに全然味が変わってきて、そこを持ち上げると濃さが増すとか、はい、もうこれがねストーリーになってるのよ本当に。いっぱいの中ですごいな、ね、ラスカル君もラーメンやればうーんうまかった先輩すげえなー、本当にすげえなカズ。こんな人初めて見ました。俺こんなの初めて見たよ。だって3杯食ってきてんだよ。もったいないもったいない。もういいよ食わなくて。もやしがもったいないですよ。俺が具合悪くなってきたわ。ありがとう。ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。ありがとう、本当にこんなに食べてくれて。いやでも本当にこっから僕1個決めなきゃいけないんですよね。そう、どれがお店に置いてあっても全く不思議じゃない完成度だったんで、こっから選ぶのが至難の業というかでも1個もう選んでもらうしかないもんねこれね、はい、もうお二人も決まってるんですよね。決まってる。だけど俺らが決めたは決まってるけど、はい、ラスカル君が選んだやつで行くじゃあもう本当に売れるかどうかも僕次第になっちゃうんですねこれ。ちょっと個人的に僕が一番気に入ったものなんですけど、うん、僕は C ですかね。マジで？チーズ。すごいっすね。よかった。合いました。合いました。あった。よかった。俺らもう絶対 C だと思ってた。いや、A も B も D もうまいんだけど、商品化するんだったらもうこの中でも絶対 C だなっていうのあったの。そうなんですよね。なんで C だと思ったの？骨感とか醤油感ってすごくバランスが良くて、うん、今日もちろんお店で作ったので、うん、温度帯っていうのは完璧だと思うんですけど、うん、逆にこっからスープを温めるとか、うん、麺を茹でるっていうそのお客様の技術で差が出ちゃうじゃないですか、うん、でも出ても一番ブレなく、うん、自宅で同じ味が全員味わえるのって僕これかなと思ったんですよね。そこまで計算できんのすごいね。でもまさに俺たちもそこまで考えたの C かなって、一番記憶に残る。いや本当そうなんですよ、うん、また食べたいなみたいな、はい、記憶に残るんじゃないかなっていう。うわこれ自販機なんだ、うん、いい時代だな本当にですよね。二郎系が慣れてる人でも、うん、もちろん納得の濃度ですし、うん、かつ慣れてない人こそ食べてほしい一杯というか、うん、そうだよね。これ二郎系慣れてない人もいけるよね、うん、絶対いけると思います。いやこれはちょっと本当にいろんな人にお勧めしたい一杯ですね。嬉しいなカズ。嬉しいっすね。いやもうマジ泣きそう本当にカズ頑張ってよかったなお前。バタスなあ、バタスで、うん、これが本当にその自動販売機で購入ができるってことですよね、うん、そうなの。それで、はい、とりあえず自販機なんと4台設置が決定しました。え、一発目でですか？一発目4台。とりあえずは4台。いや、それはとりあえずじゃないです。普通とりあえずは1台なんで。そうだよね。で、4台の場所に関しては、数分かりましょう、はい。こちらのカンニングペーパーでございます。おー、そうだな。カンペなんですか？まず、はい、江東区。江東区。江東区に大腸犬食品さんっていうところがあるの。はい。そこの敷地内に、2台。練馬区の富士見台、はい、ここに札幌麺フーズさんっていう会社の本社があるんで、そこに1台。そして、札幌麺フーズさんの工場が川越市の大和寺山っていうところにあるね、はいはい、そこに1台で計4台設置するんだけど、今月11月の27日の4台とも15時。え、もうすぐじゃないですか？そう、11月27日の15時に4台とも設置しますと。いや、ほんと開発ギリギリですね。そうなの。メニュー開発。そう
にもう決定したから。分かりました。それで俺思ったんだけど、はい、せっかくこれ作ったじゃん、はいはい、でも、はい、ある意味まあ俺とカズも作ったけど、ラスカル君が落とし所を決めて、でそれに向かって俺とカズで一緒に商品開発したわけじゃん、うん、だから一箇所ちょっと3人で27日行って、はいはいはい、それでそこで販売、一緒にあの自動販売機とともに販売させていただくってどうかなと思って。いいですね。ねえ、じゃあ直でこの買ってもらう姿見れると。そういいじゃないですか、いいじゃないですか。やりたいでしょ。やりたいね、カズね。やりましょう。いや、それいいかなと思ってる。いいですね。ねということで、あの先ほどご説明させていただきました27日の設置、うん、この際にぜひあの僕らも現地にお伺いできればと思いまして、うんうん、まあ、そちらね伺う場所に関しては概要欄の方に詳細が記載ございますので、ぜひねそちらをご覧になって皆さんもう当日僕らに会いに来てください。スケジュール大丈夫？抑えますぜひぜひじゃあお願いします。お願いします。じゃあとりあえず、はい、商品は C ということで、はい、はい、じゃあそれでやらさせてもらいましょう。はい、はい、お願いします。じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。